とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しい戦い方、考えました。これ、使ってみようと思います。ただ、今、思いついたので、実際、強いかどうかは、わかりません。装備これです。壊れたソーブレード、エンチャント、ダイナモ、痛みサイクル、旋風。まあ、ダイナモス、痛みサイクル、これが重要かと思います。で、バトルローブ、クールダウン4です。で、羽、釣り竿。で、保険のための守護のトーテムっていう感じですね。弓には流れ込む魂を入れてます。どんな戦い方っていうと、釣り竿を連打をすると、これ強いじゃないですか。で、さらに、ダイナモ痛みサイクルは、この連打中は失われないので、痛みサイクルとダイナモを入れた状態にしておきます。で、それで、釣り竿を連打するわけよね。まあ、こんだけダメージがあるじゃないですか。これにさらに、羽で、こう、ぴょん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 行くじゃない？そうすると、ダイナモも溜まってくるし、ダイナモが切れないのよ。ほらほら見て。別にドライとかパワーポーション入れてなくても、で7300万与えるのよ。これがずっとなの。ずっとこのダメージ。これは強くない？ 7300 万与えれば、まあザクだったら一撃で死ぬでしょ。まあまあ死なないにしても2発当てれば死ぬし、この速さだから、この速さで当てるんだから、これは多分強いと思う。では実際強いのか試してみます。 OK、 たまりましたね。では行ってみます。トゲトゲはなし。それでは気を取り直して行ってみます。こう段差があるからどうなのかなと思うんだけどもね。どうだろう。しゃあ突っ込んでいけば死ぬ。突っ込んでいけば OK。 ダメージはまあまあ若干食らうかもしれないけども、あれだね、流れ込む魂で回復する。あ、重力が欲しいかな。うん強いよ、強いよ、わけわからんぐらい強い。じゃあいいね。やっぱね、でもこれね、クールダウンがやっぱり4か3欲しいところだよね。それが結構弱点だと思うと、あとこのあのね、羽だから段差を移動するのがちょっと難しいかなっていうところ。おお、素晴らしい。エンチャントの敵も行くで、遠距離の敵が来たらちょっと弱そう。うん、まあそのための守護のトーテムなんだけどね。そのための守護のトーテムなんだけども、めちゃくちゃ動きにくいよ、これ。動きにくい。おお、ようやくあの坂道を登り終えた。登るのが結構ね、難しい。敵がいる方向に向かってピョンってジャンプしなきゃいけないからよく見とかなきゃいけないよね。じゃあ、いや、この段差登ったりするのがきつい。段差じゃないとこ行こうこのね、先端に若干当たりさえすれば敵は溶けていくんで、これは面白い面白い。でもね、重力あるともっと楽だと思う。重力があると敵の勝手に寄せてくれるんで戦いやすいかもね。重力がないから地球から突っ込んでいくしかないんだけども、重力があると多分相当楽にいけそう。ボスに来たい。ボスだね。ボスもそのままいけるかな。いけるね。多分ボスもこのだったら速攻倒せるような気がする。いや、倒せるね、間違いなく。登れない登れないよ。登れた。ジャンプ OK。 これね、あのパワーポーションも
ドラも使ってないからね。使ったら相当強いよ。いきまーす。そう。やばい。やばい。けども、どうだろうね。場所は選びそうです。でも、むちゃくちゃ強い。むちゃくちゃ強いです。これ、エンチャント旋風のところが意味ないから、そこ重力とかついてなかったかな。でもまあこの痛みサイクルとダイナモついたやつ、バカみたいに強いです。バカみたいに強い。一発ね、若干当たっただけで7000万っていうダメージが出るので、やばかったね。あ、で、切れない?やっぱ切れるわ。切れる切れる。やっぱり攻撃をやめた時に、なんかふとした瞬間に、ダイナモと痛みサイクルが消えるみたいですね。これが消えてしまうと、そんな強い装備じゃなくなるんで、腹筋には、ちょっと気を使うかもしれません。なんか別のやつがあったらいいんだけどね。俺なんか持ってなかったっけ?確かもう一個ぐらい、あった。これの方がいいかもしんないね。251だけども、痛み2とダイナモの重力ついてる。こっちでもいいかもしれない。まあ、とりあえず、この263、ダイナモ痛みサイクル、やばいです。ぴょん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 して、先端に若干当たるだけで、7300万のダメージ与えるっていう、とんでもないやつです。まあ、この戦法が使えるかどうかは、ちょっとわかりませんけども、ここでは大丈夫だった。他でも試してみます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ちょっとダメージの最大値を確かめてみようと思います。最大までは無理だけども、まあ、一応、臆病 40% アップ、無謀 80% アップですね。これにプラスで、防具の、スキルで 30% ダメージアップ。あれがつくので、もっと上がりますね。さらに言うと、ソーブレード。ここにね、いいやつがついてなかったんだけども、ここに鋭利、もしくは追い打ち、クリティカルなんかが入ると、虚無とかでもいいね。なんかダメージは増えます。とりあえず力のポーションを使って、これで2倍だね。どれぐらいいくんでしょうか。通常が7000万か。だったよね。どんぐらい9900万。1億じゃん。で、これにドラを入れると、3億3億。すごいね。最大、俺が今出せる最大ダメージは3億だわ。3億。で、それに、30% アップして、追い打ちとか、鋭利とかを入れると、すごくない ?5 億ぐらいに行きそうな気がする。最大ダメージ5億ぐらいか。とんでもねえな。誰でもワンパンでしょ、そんなの。